じゃあ今日は財務省から財政主権を取り戻せというテーマなんですけど、はい、ちょうどこの間も少しお話申し上げましたですけど、今月にこの表現者クライテリアの最新刊を出しまして、でこれの特集が MMT と日本というやつなんですね、はい、でこれでこの間ケルトンさん来られた、はい、ケルトンさんの講演レポートとかこれとか有名な MMT 論者のミッチェルさんという人がいるんですけど、彼の原稿の、和訳原稿なんかこれ掲載したり、はい、で日本国内のいろんな岡本先生だとか島倉さんだとか、まあ、そういった人のいろんな MMT についての最新の解説原稿、柴山さんなんかも書いてるんですけど、はい、これ本当によく分かりやすくまとまってるので、まあ、ご覧いただきたいと思うんですけど、その関東に座談会でこういう座談会だったんですね、はい、MMT 政治座談会ということで、財務省から財政主権を取り戻せという話で、はい、ちょうどさっきも原発の話でね、もう財政主権がないから日本国民のために必要な原子力発電技術というものが今どの衰退しようとしていると、はい、でこれは日本国民としては必要だから、日本国民に主権があればいや原発やりますよということを、それこそ国会で、はい、日本国民の最高の機関ですから、はい、国権の最高機関ですから、民主主義の中枢で決めればいいだけなんですけど、実はもう国会になんかに財政予算編成権なんて何もないんですよ、はい、全部財務省が抑えてると、はい、財務省に支配されてて、主権は今財政主権というものは財務省に取られてるんだと、はい、まあ、そんな話をね座談会したんですけど、座談会をしたこのメンバーが自由民主党の西田昌司先生、はい、彼は国会の中でも MMT について何度も質問されてる方、はい、でそれから公明党の、竹内譲先生と衆議院議員なんですけど、はい、彼は長年もう何回も財政金融部会長というの、はい、公明党の中でいわゆる財金部会というと、その財政について議論をする、まあ、責任者、はい、これも長年やってる方なんですね、まあ、この方と私を3人でやっぱり財務省から財政主権取り戻さんでダメですよね、うん、という話を与党と、はい、元参与でこう議論したというところなんですね、はい、で一番ポイントはね、この国会議員の中で MMT を理解している方って必ずしも多くないんですよ、うん、なかなか分かってない。 MMT の基本というとね、簡単に一言で言うと貨幣1万円札っていうのは、はい、あれは国家が作って子供である国民に使わせてやってると、うん、で国民は貨幣の利用者であって、国家は貨幣の供給者であると、作成者、これが、まあ、MMT の、まあ、一番のポイントなので、はい、だからその国民ごときからですね、この自分で作ったお金を借りて破綻するってありえないんですよね、はい、もう俺作ってるしこれもみたいな、別に一応借り立ってる格好にはしてるけど別にガキに金借りたないよお前みたいな、なんか子供にお小遣い渡して子供から1万円貸してみたいなお父ちゃんの方が金持ってるのにみたいな、まあ、そんな話なんですよ。だから MMT は国家が貨幣の供給者であるっていうのが一番のポイントなんで、だから破綻ないですよということがまあ見えてくるということなんですよ。でだからあとはそのお金の使い道は民主主義国家であれば、まあ、国民が議論をして自分たちのために必要になるようなところにお金を使って、自分たちがちょうど経済がうまく回るような水準でお金を使って、使いすぎないようにも注意しながら、はい、使いすぎるとインフレになると、まあ、僕たちが困るので、国民が自分でその塩梅で経済が回るような水準の財政基準という財政水準というものを考えて、その範囲の中で、国民にとって必要なものを使っていくと、はい、これが MMT から演繹される基本的な議論なわけですね。でところがですね、もう全然この主権が財務省にあると、はい、でもうどうしようもないということになっているんですけど、いくつかこの竹内先生、西田先生が興味深い発言があったので、この中からいくつかご紹介をしたいというふうに思います、はい、一つ目はね、まあ、今みたいな話でいくと消費増税なんてもう言語道断なわけですよ、うん、消費増税っていうのは国家が子供の財布から抜き取るわけですから、抜き取るわけでお前親父何してんねんお前みたいな、そうそうそう、本当そうですよ。で子供がお金使いすぎてちょっと困ると、お前ちょっと金使いすぎやから経済がちょっともうインフレになりすぎてるじゃないかと、じゃあお前金出せと、
あ、お父ちゃん、うん、分かったよって言うやったら分かるんですけど、ね、今子供もヒーヒー言うてるとお金ない言うて、はい、財布なんかすっからかみたいになってるのに、うん、お前何度だかせやみたいに、そうですよ、ひどい話です、そうなんです、日本ダメになると、うん、でこれもめちゃくちゃですよねということを議論してると、うん、あの竹内先生がねこういうことをおっしゃったんですよ。いやあの時ね僕ね、財金の部会長だったんだけど、あの3党合意を、はい、ご存知ですか、自民党公明党民主党、この3党で合意をして、消費増税やりますと、で 5% から 8% 8% から 10% に上げますということを3党合意をして、その合意で今進んでるんです、はい、であの時ね僕財金の部会長で、まああれ決まっちゃったんだけど、あれ要するにね政治的な思惑があったからやっちゃっただけで、うん、あの経済理論とかそういうの関係なかったんですよねとかって政権交代をこう図るために民主党が財務省の言いなりになっている状況を利用しようという判断が働いたんですと、うん、そういう国会戦術的な部分があったんですねと、はい、これはね要するにねあの自民党公明党は選挙したかったんですよ、うん、選挙したあの、はい、最後覚えてますけど野田さんとこう党首討論とかで、で安倍さんがねあなたも総選挙しなさいよと、もうこんなじゃダメだよあなたはとか言って、もう野田さんは財務省のもう操り人形ですから、うん、もう消費税増税をやるんだったらやってやるよということになったわけですよ、でその時にこう3党合意とかも、まあ、文脈上あってね、はい、結局あの時あの3党合意を結んで消費税増税するよということを自民党公明党も民主党のオファーに乗っかったら選挙できて政権取れるという思惑があったと、なるほどいうことなんですよ、うん、だからあの何て言うんですか、あの社会保障を充実させるためでもねないし、財政破綻を改善するためでもなくて、ないってことですよね、政権を奪取するためのそうそうそう国民目線は全くないってことですよね、そうなんですよ、もう党利党略だけだ と、うん、と当時の財金部会長が言ってるんですよ、うん、これいや面白いなと思って、面白いってダメなんですけど、面白くてもなんともないけど、うん、いや面白いなと、いや面白くてもしつこいですけどもこれ竹内さん暴露されちゃってね、まあ、そうなんですよね、まあまあまあ、でもこれ、まあ、一般的に言われてる常識的な話で、別に竹内さんだけが言ってるというわけじゃなくて、はい、でこれで竹内さんね、いや本当にどうしたもんかなと思ってたんですけど、でさらに僕びっくりしちゃったんだけど、増税した分 80% を借金返済に回すって言ってんだよねと、そんなことしたらもうめちゃくちゃなっちゃうのにね、そうですよ、どう社会保障に回らないじゃないですか、そうそうますますと言ってるんですよ、で、まあ、なんとかこの間の選挙で 50% まで押し戻したんだけど、じゃ主権者がもう完全に財務省にあるってことですよね、うん、そうですよね、で、まあ、まあ竹内さんそんなことをおっしゃって、はい、でもうやっぱり MMT 大事だよねって竹内さんも西田先生もおっしゃってて、で先ほどちらっと申しましたけど、こう国会議員の中で MMT を理解する人が本当にいないと、うん、もう思い込みがありすぎて、はい、でも竹内さんも西田先生もすごい MMT 理解してるんですよ、はい、なんでかっていうと西田先生は税理士さんだからなんですよ、あなるほど、税理士さんっていうのはあの税金のお金のやり取りだとか、要するにあのバランスシート、はい、これが書けるんですよ、ですよね、うん、で MMT っていうのはあの政府と国民のバランスシートをずっと書いていくっていう、だお金が本当にどう資産と負債という格好の中でどういうふうに流れていくのかっていうことを丁寧に記述した理論が MMT なんですね、はい、だから MMT の根幹っていうのは、一つは政府がお金を供給しているよっていうことなんですけど、もう一つはお金が流れるときに誰かの資産は誰かの負債だと、誰かの負債は必ず誰かの資産になっていると、だから政府が負債を抱えると必ず国民に資産がいってるんだと、で逆もしかりで、国民が負債を抱えている時っていうのは国民が資産を持っているということなんだと、まあそんなことをこうずっと議論していくということ、なんか誰かがお金ってこう渡すもんじゃないですか、ほしたら僕が減るけどそちらは加藤さん増えるっていう、こうここで消えないですからね、こう燃やさないですから、こう渡す、こうもらうっていうというのを記述するのがバランスシートというものなんですけど、はい、それを西田先生は税理士さんがすごく分かってると、でさらに竹内先生は銀行マンだったんですよ、あそっか、銀行マンは研修で徹底的にバランスシートもやると同時に、うん、あの MMT の重要な論理的支柱の一つであるあの信用創造プロセスというのがあるんですけど、これをよく知ってるんです、これ要するに例えば僕銀行ですと、加藤さんが100万貸してくださいと、分かりましたって言ったら、僕ここら辺にある金庫を開けて100万円こうやって貸すんじゃなくて、
今ね100万円が貸し、あ、言いますかと、じゃあちょっとここ口座作りますと、じゃあ100万円って書いて通帳渡すんです、はい、これだけなんですよ、うん、そしたら加藤さんは100万円これ使えるんですよ。そうですよね。でここでもピーとか電子決済したりね、はい、でこうなんか税金がそこから払ったりとかもいろんなことで、僕1円もなくても加藤さんに100万円を貸すことができるんですよ。これがなんで貸せるかっていうと、川添さんはきっとそのうちっていうか5年後返せると、返せる能力があるからって信用の、そうそうそう、でこう見て、あ、この人は返せはるなあ、大丈夫だなはったりではないな、あ、大丈夫だなと、でバランスシートも会社の経営もいいかなみたいな、そうそうそう、でだからそれで、あの、信用が創造されると、はい、だからこう信用するからお金を貸すって信用創造プロセスとこう言うんですよ、はい、だからあの国家もお金を使うとき、100兆円の財政出動するとき、国民から税金を取らなくても、日銀から、あ、100兆円ねってこう書いてもらって、資金をこうやって借りて使うっていうことで、いくらでもできると。はい、税金がいらないということが、うん、もう竹内さんも常識で知ってるんですよ。はい、あの銀行に例えばなんか、預金者っていうか貸してるやつらにね、例えば10億円貸してるとしたときに、10億円のこう現金がここに積み上がってる必要ないの知ってるんですよ、はい、1円もなくても10億円貸せると、銀行マンとか知ってるので、はい、だから、あ、税金取らんでもできんのになって竹内さんは知ってたわけですよ。だから MMT はパッて読んで、ああ、はいはいはいと、常識として分からはったというところがポイントなんですね、はい、さて、この西田さんがね、先を言ってる、さっきお話したようなことをね、おっしゃってるんですけど、次に2つ目のポイントね、財務省の一番の失敗は国債発行を民間貯蓄で賄っているかのような説明をずっとしてきたことだと。あ、こう今申し上げたように、こう信用創造じゃなくて、こう民間のお金を借りて、うん、こう借りていると思ってるかのように説明してるけど、これは著しい事実誤認だと。で実際にこれ西田先生、国会で質問何度もしつこくされて、実はもう彼らは間違ってるということを国会答弁で認め出してると。だって否定できないですか、本当だから、うん、民間からお金借りてるんじゃなくて、まあ、細かく言うと日銀当座預金というのを日銀が作るんですけど、さっき言った日銀当座預金っていうのはその万年質マネーで借りてるんですよ、日銀が。日銀が勝手に書いた数字の操作でできるものを借りてるだけなので、うん、はい、国民からの税金が1円も本当はいらないし、はい、民間から借りる必要すら1円もいらないんですよ、まあ、借りたりとかもしてるんですけど借りる必要はないんですよ、うん、でこれはもう財務省も認めざるを得ないから認め出してると。だけど未だにホームページには全然書いてないし民間貯金で賄ってるんだよってホームページに書いてるし、なんかね、あいつらの、そうなんですよ、あいつらのなんかね財務省の文書とか見たらと書いてあるんですよ今でも、うん、だからもう詐欺やんけお前そうですよ、詐欺ですよそれ。そうだからもう主権を持って、財務省は、うん、主権を持った詐欺師ですよ財政主権を持った詐欺師だっていうことがこれ分かってくるってね。でさらに3つ目、これ竹内さんがね、やっぱ公明党なので、まあ、いろいろと議論してると、 JGP はいいアイデアだねと、介護とか保険資産とかに使えますねと、うん、足ってちょっと誤字ですけど、これ何かっていうと、うん、JGP っていうのはジョブギャランティープログラムっていうことで、もう政府はもうお金をいっぱい使えるので、任意に仕事を作り出せると、ニューディール政策とかでね、はい、任意に仕事を作り出してお金を、別に自分のお金使って給料配ったらいいんだから、それを、うん、国民のジョブ仕事とそれから賃金、これを保証してあげるような仕事を創出できるんですよっていう理論が、うん、まあ、JGP って言うんですけど、はい、これ MMT ならでは の国家がお金を作ってるんだから、国家はやろうと思えばこんなことすらできるよと、うん、いっぱい国民を雇ってあげてお金をいっぱい払ってあげることができるんだよって言うと、これ、うん、あ、なるほどと。今も本当に介護の方少ない、これから保険さんも少ない、はい、で賃金も安いから、もうなんか痛ましい事件もいっぱい起こったりしてる、はい、でそのせいでもう福祉が行き届いてない、うん、ね、賃金も低いと同時にサービスも十分じゃないから、もう今介護で困ってる人いっぱいいると、ね、それで高齢化社会になって、これから2000万必要だとか分からないって言って、そうなんですよひどい話ですよね。 GDP でやったらどうですかって言ったら、あ、それは素晴らしいなと、この時初めて竹内先生に教えて差し上げたんですけど、これいいよな、ちょっと公明党でも考えたいよなみたいな、
こともおっしゃって、これぜひねちょっと与党の中でもこの JGP をどう具体的に出ていくかっていうのを考えてもらいたいなと。で最後にこれ西田先生がおっしゃったところなんですけど、財務省に握られていた予算編成権を本当に国会に国会が取り戻したいと、でインフレ率が3から 4% になるまで財政拡大ができるというふうにしたいと、ぜひ、うん、そういうことができれば国民にとって本当に必要な財政支出が全部できちゃうと、うん、要するに財政民主化が必要だと。だからね、我が国はね民主化されてないんですよ。はい、まだね中国共産党みたいなね、あの財務省っていうか官僚機構に、はい、中国共産党も官僚機構じゃないですか、うん、財務省も官僚機構じゃないですか。だから要するにいわゆるこうマシーナリーな機械的な全体主義的な、うん、財務省というこの官僚組織に主権が奪われてるんですよ、はい、これをねぜひね日本国民が取り返す必要があるというね、うん、戦いがね本当に必要なんですよね。でもぜひこの、まあ、そんなところがまあ今回の、まあ、関東圏でね、議論しているところなんですけども、はい、ぜひまたこの MMT の日本表現者クライテリオン9月号今発売してますがご覧いただきたいなと思います。はい、藤井先生、はい、よくお話分かったんですが、財務省がお父さんだとして、はいはい、あまあまあそうですね、政府ですから、はい、まあ、お父さんってことですよね、まあ、よくない親父ってことですねこれね、はい、うん、おじいちゃんとかはいないんですか、うん、お父さんのお父さんですね、はい、これがねいいこと聞きますね、いるんですよ、はい、これはねやっぱりねあの戦前に戦後に遡るんですけども、はい、やっぱりねこの今僕らのお父ちゃん政府ね、このお父ちゃんあの、まあ、アメリカさんというこうマイク・スミスみたいなやつがおるわけですよ、はいはい、アメリカから来たおるわけですよアメリカから、でこいつがねとにかく昔ね対等に戦争してたんですよね昔ね、はい、ご存知ですかね、はい、この日本とアメリカの戦争、はい、で勝ちよったんですよ、でもう負けたんですよね、はい、日本のお父ちゃん負けて、それでもうこいつ心底ビビったんですよ、はい、こいつマジやばいわ、特攻してくるでこいつでゼロ戦マジで強いし、あれ武蔵全然沈まんかったであれと、もうめっちゃ怖かったんですよ、でこいつまたこれほっといたらでかなってエラになるかもしれんから、こいつを骨抜きしなあかんなとおじいちゃんこう思ったんですよ、で、はい、でこのお父ちゃんのお父ちゃんになって、でお前もうちょっとこれから独立させてあるけど、独立するときに、まあ、この憲法9条で、まあ、軍隊持たへんっていうのをこれサインせえと、憲法やれと、それと同時にこの財政法を成立させろと、その財政法とは何かというと国債をもうすりませんと書けと、うん、で財政法第4条に国債は発行できないって書いてあるんですよ、だけど建設だけはすれるけどそれ以外は国債発行しちゃダメと、うん、それこそあの軍事とかさらに言うと社会保障にすら国債をすっちゃダメということが書かれてて、でこれがずっとね財務省を縛ってるんですよ、はい、でこのお父ちゃんねもう真面目なお父ちゃんなんで法律に書いた通りしかやらへんようなもうこんな親父なんですよ、こんな親父でね、なんかお前らのために助けたるわみたいな立派な音の仕事でも、いやいやもう僕はサラリーマンだからみたいな、もうこんなやつなんですよ、それでもう法律に書いてあるから国債すらないにしますねってなってるんですよ、だからこのおじいちゃんがね、このでももうおじいちゃんもその法律ぶち込んだの忘れてると思うんですわ、そうなんかハンバーガー食べたりコーラ飲んだりとかしてなんかもうバーボン飲んで忘れてると思うんですでもこいつはこうやってやってるんですよ、だからねもうこの親父ねちょっとパンパンって親父昇給取れますよお前ってねやるっていうのが財政主権を取り戻すっていう話です、ね、なるほど、ますますよく分かりましたはいはい、いやすごいところまで話がいきましたねはい、はい、あのなんかそういう意味であのおじいちゃんが直接命令されてるわけじゃなくて親父がバカってだけなんですけど、そうですよね、もう思い込んだままずっと70数年みたいな、そうバカなんです親父が単に、はいはい、分かりました、はい、ありがとうございます